そうですね、小さい頃からずっとです。お待たせしました、生姜焼き定食と茄子味噌炒め定食になります。ないね、まあ、仕事だから仕方なくやってる感じ。同棲と一緒かもね。慣れたらそこが居場所になって離れるのにすっごく体力使う。それでも別れないんだからお似合いっていうか、それってもう家族みたいなもんなんですか？幸せの全部が憧れを叶えることだけじゃないよ。プロポーズした彼女に。結婚することになった。探していた私の居場所は憧れとは違っていたとしても目の前で君が奏でるだけで戸惑うこと愛せる気がして。ねえ、陽太郎には何が見えてる？